おー、ガンの飛ばし方がすごい。すごいすごい。ゼロ距離よ、顔が。おー、ちゃんと渡ってくる。え、すごない？じゃあ最後。え、もう来てたし。怖っ怖っ。恐ろしくね、この絵面。はいどうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで今回はポピープレイタイムっていうね、ホラーゲームに出てくるハギーワギーっていうモンスターをマイクラでね再現したアドオンがあるので、それがどういうものなのか見ていこう。前回ねホラーマップをやったんですよ。そこにもこのハギーワギーっていう青い怪物はね出てくるんですけど、今回は普通にこのマイクラのワールドに出してみよう。とりあえずまあ何個かあるんですけど、まずスタチューっていうのは多分ゾウなんよな。置いてみよう。ああ、これ、おったね、マップにも。見た目は普通に可愛いけどな。でもちょっとなんか、不気味な感じもあるよな。手足の長さがすごいもんな。何頭身これ。でも頭でかいからな。街でこういうやつ歩いてたら、まあぜひね、話しかけてみてください。んで、じゃあ他のやつ。これ、ベントってなんだろう。ああ、しゃがんでる状態か。これで、ちょっと待ってな。サバイバルモードにしたら、怖っしゃがんだ状態で迫ってくんの怖え。で捕まったらまあ当然のごとく倒されると。これ倒せるんかな。どんぐらい体力あるんやろ。これやばない。ネザライトの剣でこんだけ切ってるのにさ、ちょっと普通に変わっていくの。あ、やっと。なんか分からんけど骨を落としました。ピンク色バージョン出してみようか。うわー、怖い。うわー、怖いね。これはこれで。でもまあ色は可愛いけど、なんか歩き方怖っ。そこの砂崩れたし大丈夫？呪われてない？いろいろと。サバイバルモードになってみようか。あー怖っ。あー怖っ。走り方怖っ。ちょっと。走り方怖っ。うん。やっぱワンパンなんやな。じゃあ今度普通のハギーワギー。ポン。おー、これはまあさっきの青色バージョン。青色バージョンというかまあこれが元なんかな。もうすぐ振り向いてくる。あ、でもなんか足速い。さっきよりも。気のせい。いや、怖っ。あ、で、これも捕まったら、ワンパンと。全員ワンパンなんやな、結局。ゴーレムとかと戦うんかな。ちょっと試してみるか。ポン。うおすごい、ワンパンや。強くね、それ。おぉ。おぉ。おぉこれは。いや、怖すぎ。ホラーやん、この、ただの。ああ。ああ。ああ。うわ。ワンパンだ。何事もなかったかのように、5体ぐらい置いてみる。さすがにゴーレム5体は、なあ、結構しんどいと思うよ。ポン、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 ポン。さあ、どうだ。行ってこい、ゴーレム。お、敵でした。ああ、一発殴ったけど。あ、全部普通に。普通にやられていく。強くね？で、こっち見るなよ、倒した後に。何ですかみたいな感じで、こっち見てくるんやけど。ウィザーとかどう？あ、でも空中やからさ、無理かな。ウィザー出してみたらどうだろう。こんな回ったっけ？ウィザーって。こんな回ったっけ？あー、無視。仲いいかもな、この二人は。フレンドリーかもしれん。おー。なんか歩いて行っちゃったよ。お、向こう行っちゃったよ。なんだあいつの草食べてるし、なんだあれ。草食べたよな、今。そんな顔してもあかんで。そんな顔してごまかさんといて。村人出してこう。あ、よしよし、行った行った行った。けど、コードが足りんか。お、行ったぞ行ったぞ。これ攻撃当たるんじゃん。いや、攻撃当たらんかな。ちょっと高いな、ウィザーが。あ、でもめっちゃ興味津々にはなったわ。おー、ガンの飛ばし方がすごい。すごいすごい。ゼロ距離よ、顔が。深夜のコンビニヤンキーだ。体力半分減らしたら下に来るから。あ、ほら来た。この状態でもダメか。攻撃は当たらんか。届かんわ。身長は高いけど、ごめんな。じゃあもう倒すわ。爆発するよ。危ないよ。大丈夫？棒立ちしてるけど、どうですか感想は。感想は無視でした。あ、敵同士は別にあれか。いや、あ、いったいったいった。お、ワンパンだ。強いな。ほとんどの敵はワンパンなんやな、じゃあ。そういうこと？
何？なんか俺の顔嫌いなんかな。俺の顔嫌いな説あるな。なんか近づいたら逃げていくわ。顔が嫌いか、俺の口が臭いかのどっちかです、あれは。あの反応は。よし、次は、ハギーワギーをね、ここに誘導してきて、ね、この細いフェンスのね、迷路を無事に渡ってこれるのかという。俺は落ちたけど、サバイバルモードやったら多分あいつはついてくるから、無事に渡りきれるのかという。下はまあマグマなんでね。よし、来い。来た。急に足速くなるからな。ちょっと早めに。ここで待とう。おっと。お、ちゃんと渡ってきそうだぞ。お、くるくるくる。はいはい。ちょっと待って。俺がビビってしまった。ちょっと待って。村人でやろう。まずここに置きます。どうだ。渡ってくるとは思うで。おー。おー、しかもちゃんと帰っていく。こことかに置いても反応できるんかな。お、ちゃんと来るぞ、多分。素晴らしい。アスレチック能力、高いね。じゃあ今度ここ。おー、ちゃんと渡ってくる。え、すごない？じゃあ最後。え、もう来てたし。怖っ！怖っ！恐ろしくね、この絵面。ソリー。逆にここまでやってもいけるかな？え、すげえ。なんかもう一人来たけど。あー、一人落ちた。あ、落ちた！おっと？もしかして一回でいけるかな？ちょっと距離ありすぎるか？お、反応してるわ。すげえな。おい、おい、おい、そっちからじゃないよ。せこくない？それは。届くんか？届くんかい。ここに出して、で、フライトをここに置くと。おー、あ、すごいね。おー、全然この段差とかもものともせず。普通に何事もなかったかのように帰っていくの。すげえな。じゃあちょっと最後に、この大量のね、TNT の中に、ちょっとね、ハギーワギーを入れて、爆発したらどうなるのかっていう。まあ多分、普通に生き残ってそうやけどな。いきます。ごめんよ。着火。大爆発なるやろかな。うわ、全然元気。なんか雨降ってきたし。呪われた？俺のマイクは呪われた？ということで、まあ、ハギーワギーくんはね、どうだったかというと、まあ、結論最強でしたね。賢いし、強いし、なんせ可愛いな、なんか。ホラーってよりかはもう途中からなんか可愛く感じてきたな。どうでしたか、感想は。なしでした。